地方リバプールを優勝させられるアンカーって誰を獲得すべき？優勝できるアンカーって誰かいんのかな？カイセドなら優勝できると豪語してる英語圏住民なら X で見られる。あんなのレギュラー使ってたら EL 圏だろうな。EL 圏でも来季は CL で戦えるから良いんじゃね？とはいえボランチはフェイエノールトから取ってくるだろう選手とバイチェビッチの2人で回るよ。スロットはアジア人に対してかなり差別的な監督だからリバプールでの遠藤は最終節が見納めだった。仮にロドリやライスを連れてきたとしても今のアタッカー陣では優勝できないと思うよ。好き嫌いの観点と優勝目的のガチ勢でアンチは一定数いると思うけど、ぶっちゃけ今季のメンツで遠藤の役割見てこいつは必要と思った KOP 相当いると思うよ。一番の問題はサラーの衰えだから放出か、ワントップどっちにするか、親監督は大変だな。遠藤はファンダイクの指示に耳を傾けすぎだと思う。ボール持った時ダイクがあれしろこれしろ指示してそれに惑わされて判断が遅れてる気がする。幕あり遠藤のツーボラにブラッドリーの組み合わせが見たいわ。怪我組が復帰して調子狂った面があるし。100億かけて取ってきたアンカーを控えにする技が見たいよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。